皆さんこんにちは。京都立花高校吹奏楽部の新しい情報が入ってきましたのでお伝えします。第1回倉敷市真備町へ届け音楽の力慰問コンサートが2023年1月21日土曜日、22日日曜日に倉敷市民会館にて行われます。チケットの発売は11月30日水曜日から E プラスにて一般販売されます。今回の公演はライブ配信が予定されています。料金は2000円です。もしかしたら台湾やアメリカなど世界中の人が見れるかもしれませんね。台湾遠征をしてから海外の視聴者がすごく増えたわね。立花のパフォーマンスを見たらみんな虜になっちゃうのだ。このコンサートは立花高校だけではなく他の高校の吹奏楽部も参加するので楽しみね。各種情報はSNS で確認するのだ。 URL はコメント欄に書き込んでおくわね。チケットの販売は11月30日水曜日 E プラスで買うのを忘れないでくださいね。この動画はこないだのメックのパレードでピンクパンサーの振り付け可愛いわね。